標高 2967m、 山梨県と長野県にまたがる日本百名山甲斐駒ヶ岳の山頂を目指します。サラス城、まずは樹林帯、心地よい風を体に受け、苔の美しさに魅了されながら急登をスイスイ登ります。サラス城、下がぬかるんでいても岩場に腰掛かってもお構いなし。低木になり視界が開けると、甲斐駒の山頂背にテンション上昇。サラス城4合目二子山の山頂は標高 2649m、 そこから登って下って下って登って、カメラが追いつきません。サラス城6合目小松峰を通り、雲を這う迫力ある絶景、荘厳な甲斐駒ヶ岳の姿に燃えてきたサラス町。登って降りて登って登って、ザリザリの岩場を通って甲斐駒ヶ岳の登頂に成功。もちろんスーツの運動性と耐久性はバッチリ。すぐにビジネスミーティングに行けるほどピシッとしています。